シベリウスの公共曲第5番編補調調作品82は1915年に作曲された公共曲。1919年に改訂された。この公共曲は1914年の秋には計画されていた。翌年の1915年はシベリウスの生誕50年にあたり記念行事の中心に祝賀演奏会が行われることになり、その演奏会で初演される。 公共曲として作曲されたのである。同じ頃に、公共曲第6番、第7番の楽奏も着想されたが、記念演奏会という目的が定められた。この作品が優先して作曲された。この公共曲を作曲中の1915年4月、散歩の途中で近づいてくる春の気配にこの公共曲のインスピレーションを得たことを書き記している。この作品の作曲時期は、 第一次世界大戦と重なっており、国全体が経済的に困窮していた。シベリウス自身も生活のため出版社の要求に応えて、歌曲やピアノ曲を作曲せざるを得ず、公共曲の作曲ははかどらなくなった。彼自身、ともかく現実的な仕事が先だと書いている。こうした停滞はあったものの、予定されていた1915年12月8日の、 コンサートには間に合わせることができた。初演はシベリウス自身の式により行われ、大成功を収めた。しかし作曲者は満足しておらず、翌1916年の秋に改訂を行い、初版初演の1年後の誕生日である12月8日、トゥルクにおいて自らの式で改訂校の初演を行った。さらなる改訂を1917年に着手するが、 フィンランド独立宣言前後の正常不安を避け避難するなどして改訂の筆は進まなかった。第二改訂校が完成したのは1919 19年秋になってからで、この年の11月24日ヘルシンキで作曲者自身により演奏された。結局、この校が決定校となり、この作品は最終校に基づき演奏されるのが通例である。 1921年コペンハーゲン、反戦ンンャフルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、ティンパに、弦楽五部公共曲第4番の行き詰まるような緊張感とは、対照的に伸びやかで祝祭的な気分の公共曲である。第4番の作曲前に直面していたによる死の恐怖から解放された喜びを反映しており、 生誕50年を自らも心から祝うことができる心理状態になっていたことを物語っている。第一学章は前半のソナタ形式で構成されるテンポモルトモデラートとスケルォ風のアレグロモデラートが融合したものである。初行の段階では二つの学章であったものを第一次改定の段階で融合させた。これはスケルォとフィナーレを融合した。 公共局第3番に対応するもので、最終的に全楽章を有機的に統合する、公共局第7番の先駆けとなる作品である。演奏時間は30から34分程度。公共局第5番作品82の楽譜、国際楽譜ライブラリープロジェクト。PDF として無料で入手可能。ありがとうございます。